はい、日本一周旅路日記。今回はですね、千葉県を旅します。千葉県といっても千葉市から、西の方、東京の方かなの、市を巡ります。まあ旅っていう感覚ないんですけど、昔ね、船橋市に住んでまして、余計に旅感ないんですけど、土地勘はあるんで、当時とね比べてどうだったかみたいなことをお伝えできればと思います。それでは行ってきます。ガンバイク。はい、千葉に向かってます。今10時半でございます。ちょっとね、渋滞がひどいですね。到着予定時刻が11時半ですね。1点目のホール、そこが甘ければそのまま打っちゃおうかなと思うんですね。今日明日、今回木金土日なんで、日曜はさすがに厳しいから木金土で打てればなと思ってます。ございます。千葉のホールに着きました。1軒目、稼働率調査下見、そして状況良ければ打っちゃいます。行ってきます。はい、もう時刻が暗いです。心も暗いです。大体わかるでしょう。東華店の北斗セブンで1万円で236で当たりましたね。当たりましたよ。で、2揃いでバトル入りました。確変ですよね。やったーと思ったら1回転で電柱掘りを1回転で、通常4ラウンドだから確変4ラウンド引いた後、次の回転で通常待ってたんですね。待機したんですね。最低最悪の2連チャン8ラウンドで終わりまして、その後2回初当たり引きましたが連チャンせずで、結局16ラウンド1回かな今。
投資が 28,500 円です、今現在。だからまあ、北斗セブンなら一撃なんですけど、で、打ってる店は出玉表示が出て、ラウンド146個です、今のところ。悪くない。10日ならいい方です。いやー、あと何時間？今6時45分。まあ、打てて9時半。10時。限界10時はちょっと長いね。遅いね。9時半。限界ちょっとギリ超えて9時半でしょう。はぁ、まあ、28,500円だから、一回確認聞けばわかんないね。さっさと打ちますわ。はい、戻ります。戦線復帰します。帝王に闘争はないのか。はい、お疲れ様です。21時50分。負けました。はい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 。負けました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 。負けたけど、全力でやったね。結果、ね、結果はこれでございます。投資46,500円。回収ゼロ、マイナス46,500円、残念賞。ただね、周りが 22.4、10日でね、で、出玉が1ラウンド146個と優秀台でした。ただこの朝一ね、ここなんですよ。ここが悔しかったね。当たって4ラウンド各辺引いた後、電柱保留、1回転目、下げられないやつね。4ラウンド通常、ここでも即落ち。参りましたね。で、その後も夢はあったんです。この後ね、578回転通常ね。で、各辺引きました。ここで36,500円投資ね。まだまだいけますよ。そしたら突時、時短で引き戻して、やっと16ラウンド。で、突時。で、この後4ラウンド各辺引きました。3回目の初当たり。はい、突時。で、4回目。が4ラウンド通常。これね、アミバチャンスで押さなかったらドーンって当たって9時4分です。9時9分か。これ確変だったらまだまだまくれると思ったら通常でね。で、結果、初当たり4回引いて、ねえ。明日もね、明日金曜日、今日のお店行ってみて打てそうだったら打っちゃいます。で、4日間のうちに20店舗回ればいいわけで、明日金曜でしょ、明後日土曜でしょ。で、日曜に、もう、だいたい状況悪くなるのは日曜なんで、今回、木金土日。だ木金土打てたら木金土打って、日曜日はもう負けてようが勝ってようが、今のところの予定ですけどね、稼働率調査。に当てようかなって思ってます。まだメラメラしてますね。これ寝れないパターンだわ。まあいいや、明日も頑張いく。おはようございます。11月10日朝9時40分でございます。こちらね、ホテルの上からですけども、いい景色ですね。まあ、今日はね、昨日の46,500円、なんとかね、まくれるよう頑張いく。あ、懇親会があるんだ今日夜。10人ほど来ますから、皆さん楽しみましょう。Whoa.
しに行く？時刻は15時半前ですね。いやーよかった、昨日と同じ店で北斗セブン同じ台打ちました。運が良くてですね、今日はね投資2万で20回当たりまして、回収が10万6500円だからプラス8万6500円、やった。昨日が4万6500円だからマイナス、昨日と今日でプラス4万になった。出玉はこれでしたね、26,661個で、これから今15時半ですけど、今日は20時半から懇親会があります。稼働率調査もうここの店しかやってないんで、懇親会まで、回れるだけ回ってちょっと調査したいと思います。5軒5、6軒回れるかな、もうちょっと回れるか。はい、今懇親会の居酒屋さんに来ました、2,4,5,9 名の方がいらっしゃってくださいました。これからね乾杯して、自己紹介してもらいます。じゃあ皆さん今日はお忙しいところ、はい、お越しいただきありがとうございます。乾杯。簡単に自己紹介していただいていいですかね。メガプラス順番に。メガプラスと言います。はい。全然暗くないですよ。全然暗くない。すごい極端です。あ、そうなん。暗い時は本当暗いし。喋るときは喋る、喋るだけ喋るんです。はい。二直と言います。よろしくお願いします。二直さん。はい。佐田です。よろしくお願いします。お願いします。ツイッターではノーと、ノーです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。久保夫婦です。久保夫婦です。お願いします。平川と言います。よろしくお願いします。平川さん、はい、お願いします。補修院です。あ、補修院。はい、よろしくお願いします。さあ、ツイッターでは西君って言います。西君。はい、よろしくお願いします。いや、こんなにたくさんの方が来てくださって嬉しいですちょっと私 の MC 力があんまりないんで、無理やり質問コーナー始まりますあの好きな歴代好きな機種と、現状好きな機種とパチンコ歴を皆さんに聞いてみたいと思います。あの羽物でビッグウェーブって台がありまして、第一のメーカーで、あのフィーバーするベンチャーズの方が流れるんですけども、それはもうすごい好きでそう、私はあの目押しできないのでパチンコばっかりしか打ってないんですけど、最近ちょろっとスロット目押しの練習も兼ねて、はい、打つようになりました。スロットは何やってる？スロットは、決める。ちょっと前の機種なんですけど、リングの呪いの7日間最初なんかやってます、見やすいですか？見やすいです。あ、見やすいんですね。はい、そうですね。今あ、過去に好きな歴代好きな機種って何ですか？初期のエヴァとか。あ、初期のエヴァ。初期と言っときます、ね、初期いいですね最近ちょっとスローの方が傷が高まっちゃう、ええ、まあ、パンチがどうってこともないんですけど、スローの方がちょっと合ってる部分されたんで、デビューした時に、デビューした時の機種なんですけど、スーパーアルパチってこういう耳みたいなのを、ところに入れるやつ。え、スーパーなんですか？アルパチ。あ、聞いたことある。なんかウサギの耳。あ、しました、自分も。あれでビギナーズラックで相当出して、人工歴は大体40年ぐらい。40年、あ、いいし、長いですねシェイク。ああ、なんか聞いたことあるんですよ。パチスロー。ああ、はい、はい、パチスローなんですね。ジェイクが初代
初代ですね、711ですか。めちゃめちゃ楽しかったですよね。天井までずっとこう打ち続けるのが楽しい。2500も目指す。羽田のマジックカーペット、あー、いい台ですよね。これがすごい好きで、よく売ってました。これは名機ですね。そうですね。で、パチスロに行って、まあ、僕パチンコに帰ってきた時は冬空。冬空からですね。中でも、そうですね、ホウスケ君とか、綱取り、初代の綱取りも、いいですね。またはこの3、4の機種ですか、ゲンさんだったり、銀パラだったり、ロードスターとか、ロードスターもそうですね、3回転に、あの頃3、4の天下でしたよね。欲しいですね。はい。欲しいさんじゃ、ゆかは、ゆかは、はい。覚えました。でも、パチンコよりもアイドルは好きなんですね。アイドルが好きアイドルは基本、オタ系なんで。やり始めた時に、確かなんだっけ、ラブラブカップルとか。メイシー。ある意味、メイキアニメ系、アイドル系のパチンコ。多いですね。アイドル系ってありましたっけ？AKB もハマりましたし、 AKB も好きなんですか？そうですね、好きですね。もう昔の代で一番好きだったのは、はい、エヴァのセカンドインパクトですかね。今も割といいなって思いながら打ってるのは、うん、フィーバーパワフル、アマの、はい、あれ、まあ、クイーンもそうですけど、うん、割とあのスペック好きなので、ゼロから作ってる感じですか？そうです、そうです。もう本当にゼロから作ってるんですけど、まだ僕全く飲めないので。長命泉って言うんですか？え、なんていうとこなんですか？長命泉って滝沢。ありがとうございます。どんどん皆さんツイッターで宣伝しましょう。氷入れてロックで飲むと飲みやすくなるかもしれない。と。飲まない僕が。はい、懇親会から戻ってきまして、データにまとめました。今ね2時15分でございます。今日ね、北斗セブン昨日と同じ台打ちました。ホール入ったらちょっと状況悪くなったのも確認しました。でね、周りもさることながら、出玉の、アタッカー、北斗セブンのアタッカーの上のおまけ入賞口、あそこがね、若干、あれって入、ちょっと形、むむむと思ったんですけど、やっぱりね、出玉も落とされてましたね。で、打ち出しました。不安げながら打ち出したら、周りは最初、上村で非常に良かったんです。9000で197回転回りまして、で、一発目、4ラウンド各編。で、昨日のトラウマがあるから、一回転でまたリーチかかんじゃねえかと思ったら、それはなかったんですが、たった15回転で突字引きまして、なんだよ、今日もかよと思ったら、ワンパンゾーンで、昨日はワンパンくんゾーンでしたけど、ワンパンゾーンでね、引き戻して、こっから1、2、3、4、5、6回16ラウンド引きまして、よしよし、いい出だしだと思ったら、次が、また4段の各辺引きました。抜けて179回。ただここもまた一発で即落ち、突時残念と思いきや、次また41回転で抜けて41回転、また各辺引いたんですね。これが言ってくれた16ラウンド引いたと突時、そしてまた引き戻し1、2、3、4回、16ラウンド、そして、15時にちょっと稼働率調査もしたいのもありますし、周りも落ちてる、出玉も落ちてるのは明らかでもあるんで、流して投資が2万円で回収が10万6200円で、収支はプラス8万6500円。で、周りは1000あたり 22.3 回回りましたけど、これは昨日とさほど変わってないけど、もうちょっと落ちるはずです。21.5 ぐらいなんじゃないかな。で、ラウンド出玉、これは明らかに落ちてますね。昨日146個ありました。1ラウンド換算。今日142個です。で、結果ね、それでもまあまあ、
15時に辞めた後、13店舗稼働率調査できたんで、今日は非常に有意義な時間を使いましたね、有効にね。で、2日間の結果がこれです。昨日がマイナス46,500円、今日が86,500円、プラス2日間で今4万円です。やった。明日は11月11日です。いろんな意味でなかなかな日です。土曜日ですけども、今日行ったホールも明日なんか良さげな雰囲気だったんですね。良さげになるような。ただもう一店舗、そのホールの近くのホールもちょっと強めな日なんで、明日そっち行って抽選受けてダメだったら、ダメかもしくは稼働が良すぎていい台座れなかったら、今日行ったお店、今日行ったお店が保険的な感じで立ち回ろうかなと思ってます。はい、今日はね、そう、懇親会でお土産もこれいただいたんです。これがね、慎吾さん家が農家らしくて、これ新米、茨城で作ってる新米いただきました。ありがとうございます。そして、西くんさんが働いてる、作ってる、成田さんで作ってる長命泉っていうお酒、日本酒ですね。長命泉ですよ。そしてバイク修二郎のラベル入り、ありがとうございます。もうお会いできるだけで、それだけで、お会いしてお話聞けるだけで、それが一番のお土産ですから。うまいこと言った俺。ほんとね、手ぶらで来てください。手ぶらってこれじゃないですよ。手ぶらってこれじゃないですよ。手ぶらでね。じゃあ明日またガンバイク、バイバイク、寝るバイク。はい、千葉旅打ち3日目の朝8時20分過ぎです。景色がいいですよ。天気もまあまあ、まずまずいい。今日はお客さん多いと思うんですけど、土曜日で勝ちますよ、ガンバイク。はい、今9時40分かな。昨日打ったホールとは違うホールに10時から勝負したいと思います。で、両台つかめなければ昨日打ったホールに向かいます。はい、今ですね、昨日打った店移動した後、店入ったら昨日打った台がポツンと開いてまして、多分ね、昨日の台ね、俺が20回出した後10回以上出したんです、出てるんですね。30回ぐらいでもうすごい出た台なんで、すごい出た台って避けられるんですよね。で、ポツンと開いてまして、まあ、周りも昨日と一緒ぐらいな感じだったから、座ったら2000円で当たりましたね。で、その後初当たり早いのばっかりで4回引きました。
各編2回の通常2回。現在15時で、投資1万5千円で、ざっくりですけど、3万ぐらい浮いてます。で、これから、今食事休憩出しました。飯も食いがてら、この近所に行こうとしてたお店、候補にしてたお店があるんですけど、そこの稼働率調査と状況を見たいと思います。で、その周りの3店舗を見ながら、稼働率取りたいですね。で、その中の1店舗、がね、今日5000人並んだらしいですよ。5000人。まあ、ツイッターの情報ですけど、でも知り合いのツイートで、朝の段階で2500人って言ってたから、5000人リアルじゃないですかね。ちょっと状況どんなもんか見に行ってみます。はい、今19時半かな、ちょっと早いんですけど、やめました。昨日打ったお店、昨日打った台、北斗セブンで、出ました。勝った。まあ、ホテル帰って、まとめは、ます。はい、ホテルにチェックインしました。ちょっと早めでしたけど、20時50分ですね。朝一行ったお店がちょっとイマイチだったんですね。明けがね、予定よりねずれちゃってね。で、合拳と急に打って2000円負けました。で、ここでもう昨日打った店行こうと思って行きました。11時15分ですね。で、北斗セブン、昨日の台がぽっかりと空いてましたね。で、打ったら2000円で当たりましたけど、あ、ここで7連チャン。で、16ラウンド3回の7連チャン。その後もう時短抜けて55回転で、これ3連ですね。16ラウンド1回。で、その後が4ラウンド通常、4ラウンド通常、早いのバンバン来て。で、最後16時、17時に143回転でまた早いので4ラウンド各編で16ラウンド3回、結構初当たりつきました。で、19時過ぎでやめましたけども、投資が全部で3万8000で、出玉が1万8819個、回収が7万5000で、収支はプラス3万7千円でございました。やったー。やりましたよ。今日のグラフこんなんでした。こんな感じで出ましたね。ラッキーでしたね。で、今日はもう3万7千円。周りがね、22.5 で、出玉 143.5 個。まずまずの台でしたね。まずまず、10日なんでね。で、3日間終えまして、収支がこんな感じです。初日が負けましたが、昨日8万6500円、今日が、3万7000円ですから、3日間でプラス7万7000円になってます。やった。明日は日曜日です。で、最終日で、7万7000円勝ってるんで、まあ無理することはないですね。で、稼働率調査店舗も18店舗終えましたんで、あと2店舗。最低ノルマは回ればいいんですが、まあまあ明日はね、今日覗いたお店、そこに朝一行ってみようかなと思ってます。で、そこに朝一行って、もし厳しければまた今日のお店でもいいかな。最終日頑張ります。やった、今日は勝った、昨日も勝った、連勝やりました。ちょっと酒飲んで寝るバイク。
はい、おはようございます。千葉旅内4日目の最終日、快晴でございます。昨日、一昨日と連勝して、今んとこ収支はプラス77,000円77でございます。まあ気楽にね、でもガチでね、もういい台探して勝ちに行きたいと思います。ガンバイク。はい、ただいま13時45分ですね。いやー、今日最高の展開ですね。最高だ。朝一ね、昨日とは違う店に来ました。昨日は6000人ですよ。6000人並んだそうです。で、何千人かが入れなくて、結構いろいろあったらしいんですが、で、今日その店行って朝一から北斗セブン座りました。あ、無双1500円打って、いまいち回んなくて、転生行きましたら、たったのね、500円で、7回転で当たって、4ラウンド通常かなと思って、ヒデブゾーンの7回転目で、あんなパターン初めて、ヒデブゾーンの7回転目で、7揃い、ドドドーン。いや、最高でしたね。で、それで3連、16ラウンド2回で、抜けた後、また、時短抜けて69回転で3連しまして、26,000円浮いてますね。で、16,500円打ち込んでの回転率が 23.9。出玉1ラウンド142個だから、このまま回れば優秀台なんですが、23.9 もあるとは思えない。22ぐらいじゃないかな。あっても、いや、わかんないな。22台あればいいなっていう。で、この後、まあ、夕方まで打って、回り具合によっては、ちょっと早めにやめて、あと何店舗か稼働率を調べて、帰ろうかな、と予定してます。はい、今17時ですね。ちょっと紙面用の写真を撮りにね行ったんですけども、休憩してます。朝から打ってる台がね、今投資3万円でまだ23回ってるんですね。で、初当たりが4回引いて4回とも確変で、今玉使わずに打ってるんですけど、22,660玉、95,000円ぐらいで3万だから6万プラスぐらいですか。いや、いいね。今回の旅は勝ち確です。北斗セブンのおかげで勝ち確でございます。やった。はい、今日はね、勝ちました。ホール後にしまして、今、
締め尿の写真をね撮りに来ました。こちら、はい、マリンスタジアムでございます。はい、こちらで写真撮って帰ります。あそこにはマーリンズストアね、こんな感じです。今ね、首都高なんですけれども大渋滞でございます。工事かな、参ったなこれ。いやーもう渋滞が嫌い。まあ安全点で帰ります。はい我が家に帰ってきました。日付変わりましたね。12時5分です。意外や意外大渋滞に巻き込まれまして遅くなりました。結果、今日の結果ね、これです。投資が5万円回収が9万500円、収支がプラス4万500円でした。やったー。で結果今日も勝ちました。やりました、本当にね。で4日間の収支がこれでございます。初日こそ北斗セブン負けましたけど、次の日8万6500円勝ちました。そして昨日も3万7000円勝ちました。で今日も4万500円勝ちました。4日間の合計収支プラス11万7500円やった。全部北斗セブンね。いやー北斗無双の時は神奈川で全部買ったっけな、確か全部じゃなかったかな、何十万か勝ちましたね。20万30万。北斗シリーズはこの旅打ち強いね俺。いや北斗セブンこの4日も打ってですよ、まあ初日は負けましたけど3日間こういい展開で勝つなんてなかなかね。で今回からですね、紙面の方ではこれまでの11回の実戦結果をまとめて何勝何敗、そして稼働時間、そしてトータル収支をまとめて、これからまとめて毎回やっていこうと思います。で全県47都道府県回った時にいくら買ってるかですね。2006年から5年から7年にかけて回った日本一周旅打ち、まあこの企画の前身みたいなものですけど、その時は2年間で800万買ったんです。そしてまあ今度話しましょうか、それ詳しくね、それせっかくなんでね、それは次回データあるんでそれ振り返って次回にでも紹介します。はい、明日も私ね8時半から抽選が待っております。7時半に起きて、明日は新北斗無双の連載のデータを取りに、まあ近場のホールに行こうと思います。それでは皆さん次回はねどこに行くかな。12月か、冬ですね。どこ行くかな。12月は新規の店が多いからどっか新規狙いで行っちゃうかな、わかんないけど、まあ次回も勝利目指して頑張ります。それでは、バイバイクー。千葉旅楽しかった。懇親会の皆さんありがとう、来てくださってる皆さんありがとう。